はい、どうも、グッチャンネルのグッチです。僕はバドミントンの YouTuber としてこれまで活動してて、これからイベントだったりとか、ちょっと大型企画だったりとかやって、本当にそれこそみんなよりちょっと一般のバドプレイヤーよりちょっと目立ったことをしてるみたいな感じで、そりゃね、国際大会とか出てる選手だったりとかに比べたら全然へのへのカッパなんですけど、やっぱ少しはさ、そういうとこ目立っていかないと、服装だったりとかもそうなんだけど、ちょっと派手な方が人から見られやすかったりとか目立ったりするじゃん。やっぱこの職業、人に見てもらわなきゃいけないということで、ウェアだったりとか結構ね、僕明るめの色とかを選ぶんですけど、あと他に何が目立つかって言ったらアクセサリーだと思うんですよ。で、アクセサリーは普段つけるやつ、こういうやつ、普通のネックレスもそうなんですけど、バドミントン中につけるアクセサリーだったりとかで目立つようなものだったりとか、結構ねかっこいいものをつけたいという皆さん思ってる方いると思うんで、まずは僕がつけてるアクセサリーを紹介しようかなと思います。ここからはね、そんないいもんつけてってお前なんかに豚に真珠だとか、言われてしまうかもしれませんが、これも一つの僕の個性なんで。で、なおかつ視聴者さんの中でグッチさんが普段使っているバドミントン用のアクセサリー紹介してくださいだったりとかのコメントがあったので、その要望にお答えして僕答えていこうかなと思います。服装とかさ、ファッションとかって何でも私服に多いと思うんだけど、その人のレベルに応じた服なんてないから、自分が好きなものをつけていいと思うんですけど、それを前提にね、僕はこんなものを買いましたっていうのをね、今から紹介していこうと思います。まず一つ目、これ、はい、これクリオのアルファリングですね。で、これ確か全国高校選抜、いくつかの全国高校選抜で購入して、そこから時々つけてますね。このアルファリングって効果あるのかな、僕あんまりクリオ詳しくないんで、なのにつけてるって感じなんですけど、そんな感じで、これゴムなんでね、簡単に装着できるし、そんな簡単には外れないですよ。値段も、3000円いくかどうかくらいでお手頃でとてもいいかなと思います。その次がですね、これクリオのインパルスブレスレットですね。こっからちょっと値段が上がるんですけど、これは同じクリオでもインパルスって言って、間にね、金のボールが入ってまして、これゴールドフィールドっていうのかな、よくわかんないですけど、これは何らかの時期があるのかな、ちょっと全然その辺わかんなくて申し訳ないんですけど、でもクリオのインパルスは何かしら効果があるとは聞きますが、僕はもうそれを感じたことはもうないですね。てな感じでこれ二つ目ですね。三つ目、これですね。最近の動画は僕、時計つけてないんですけど、なんか知らんけど最近腕時計つけながらバドミントンやることが増えてましてですね、これは G-SHOCK、 ボルトリック G-FORCE っぽい色でめっちゃいいなと思って、これお父さんに買ってもらいました。本田圭佑さんのダブルウォッチとかじゃないけど、最近腕時計つけてた方がいいなーって思って、最近はよくつけてますね。昔リチョウェイ選手もつけてましたよね、腕時計つけながらシングルやってたと思います。それは関係ないと思いますけどね。そんな感じで3つ目ですね。ちょっとね、3つもアクセサリー普段つけることないんで、これはちょっと厚かましいですね。これはうるさい感じになってます。4つ目ですね、これ、はい、ちょっと光が入んないんで難しいですけど、クリオのインパルスネックレスですね。これもゴールドフィールドタイプで、というのもゴールドフィールドとシルバーフィールドっていうのがあって、ゴールドの方がちょっと値段が高いんですけど、当時はこれ6万8000円とかで買ったと思います。今はね、消費税上がって多分7万円とかいくんじゃないかなと思うんですけど、そんな感じでゴールドフィールドタイプのインパルスで、これもうかなり汚れてるっていうか色が落ちちゃってるんですよね。なんでこれちょっとね、後日クリーニングを出してどれくらい綺麗になったかっていうのはね、ビフォーアフターでこの動画とともにお見せしようかなと思います。これは自分で買いましたね。いや、高いですよ、やっぱ。なかなかね、これつけてる方いないので、こういうのつけると、やっぱ、ちょっとでもね、目立てるかなと。目立ちたくないよって人からしたら、なんでそんなのつけるのって疑問に思われがちだと思うんですけど、はい、そんな感じです。で、今これで1、2、3、4で4つですね。これがラストになるんですけど、はい、これ。インパルスの紫黄色ですね。スイートポテトカラー。いや、これも、これが一番最初に買ったネックレスですね。こいつが2代目なんですけど、初代は大学進学した時にバイト代1ヶ月分を使って買いましたね。これもゴールドフィールドで6万8000円くらいのやつでした。やっぱ買った当時はね、めっちゃかっこいい。しっかり色も輝いてて、めちゃくちゃスイートポテトと呼ばれてましたけど、めっちゃかっこよかったです。で、これもちょっと汚れちゃってるんで、これはまたクリーニング出して、この2つがね、どれくらい綺麗になったかを後日ね、動画にさせてもらおうかなと。もうこの辺とかね、もうほら、この間とか見てもらうとね、ここ抜けちゃってたりとかね、こういうのもね、修正してもらえたりとかあると思うんで、一旦ね、ちょっと直してみようかなと思います。ラスト10、思いっきり下に行く。は
はい、ということで、まあ、今回僕クリオしか紹介してないじゃないかって感じで、まあ、クリオと G-SHOCK なんですけど、昔はファイテンの X100 とかあの丸いやつですね、持ってる方多分いると思うんですけど、ああいうのもつけてたりとかしました。で、結局ね、値段が高ければ高いほどさ、なんか輝いてる感じゃないけど目立つかなっていうところもあって、こういうのつけてます。僕は結局こういうのをつけて体が良くなったとかは、次でない人がいきなりつけて変わるとかはあると思うんですけど、これをずっとつけとったらもうわかんないですよ。もう普段からこれ結構つけちゃってるんで、本当に効果あるんかなと思うんですけど、なんかその辺ね、詳しい方いたらぜひね、コメント欄でこういう磁気ネックレスとかをつけるとこういう効果がありますみたいな、で継続してつけてたらどんどん効果が薄れちゃいますよみたいな、どんどんそれに慣れちゃうよって言い方の方が正しいと思うんですけど、なんか効能やらをね、ぜひコメント欄に書いてみてください。また、まあ、僕こうやっていろいろつけてますけど、なんかこれ以外に、なんかこういうネックレスありますよとか、こういうブレスレットとか、まあ、なんか逆にね、なんかアンクレットだったりとかもあっていいと思うんで、なんかそういうなんかスポーツ用の何かを教えてもらえればちょっと見たいなと思うので、その辺もね、コメント欄にぜひぜひ書いてみてください。よろしくお願いいたします。ということで、今回は紹介動画になりますので以上になります。また次回の紹介動画でお会いいたしましょう。バイバイ。